的，老师不少了。浪费一杯。よし。よ。準備はいいな。これよりタルタロスギルドの落下地点へと向かう。夏、先方は任せたぞ。ああ、今度こそ全員ぶっ飛ばしてやる。タルタロス、何が出てくっかな。ギヒ、燃えてきた。やられる覚悟はできてんだろうな。開け！天下地球の扉、スコーピオン！サンドバスター！カリーの砲塔！ギヒ、覚悟はできてんだろうな。このくらい楽勝です。
開き、周りの全ての地、その輝きをもって我に姿を示せ。テトラテトス、我は西星の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ、全天88巨人の村を凍らせたやつだ。クレイ様と同じ。こいつは俺がもらう。何？クレイ様！消えた！クソ、やられた。夏たちは先に。ああ。よし、どこへ行く気だ。逃げるか。わらわは寝よ。最強の魔さあ。
殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。フォトンスライド。テイクオーバー。クソサタンソウル。シノリ決戦。終わりね。テイクオーバー。ハーテイクオーバー。わらわ、わらわは最強の。お前は何と戦っているんだ。テイクオーバー。サタンソウルセイラ殴っちゃおった。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。フォトンスライド。カッソ行くぞ、エンタグラムソード。ミネルヴァ、目はたあいもない。大魔刀演武でのお前を殴るこの子、分かっておる。分かっておる。わらわは弱い。弱いから闇に落ちる。お前はお前だ。きっと帰りを待ってる人がいる。これだから人間は生や死を語ることに悦を感じているのか。醜い。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミどもがまた湧き出した。幸い貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人逃げれば。間に合った。遅くなっちまったな。迎えに来たぜ。あんたのギルド。お久しぶりです。クロム様。お邪魔。ギルドに帰る。フェイスは破壊された。一つだけな。エルザさん、ここに。あれがフェイスなら、すごい数が地中から現れてる。なんだと。1時間、あと1時間で全て。魔導パルスバック。バカな。ハッタリだ。確か議長。その議長、我がギルドには。なんて。エルザさん、行ってくれ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを。こいつは俺たちが。あー、Thank you。面白いことを言う。そうだ。やれやれ。グレイが心配だ。夏。うん。グレン・カリュウス。
の扉、レオ！メグルスインパクト！守るぞ。覚悟はできてんだろうな。さて、やられる覚悟はできてんだろうな。仲間とはぐれちまった。あいつ
俺のこと。ああ、よく知っと、俺もな。知ってるが別人だ。なんとなくそんな気はしてんだろう。俺は父親だ。そんなはずはねえ。親父は死んだ。この目で見た。俺の名はシルバーフルバスター。お前嘘だ。確かに父親。どういうことだ。俺はもっと大きな存在さ。お前にとって俺たちは戦う運命。戦う運命だ。まずはどこから話せばいい。この体タルタロス。まあその人間だが、お前をふざけ、こっちには売れ。いや、俺の名はバカな。デリオラは売るが。そうだ、殺されたよ10年。だがタルタロスにはヘルズコアという肉体再生機関。本当にお前が。なんなら死ん。デリオラ来いよ、ウルの亡霊。人間は悪魔には勝てない。俺に氷は効かねえ。お前の勝てる可能性は 0%。 これで。ほう。人間は悪魔には勝てない。この後はお前、親父の体で、声で、これ以上くだらねえこと言っ。アイスメイクフロア。やるじゃねえの。氷に瓦礫を混ぜて助立ちしよう。無事だったか。ちっ、お前だけは必ず氷魔の交渉よ。アイスメイク、アイスプリンガー。抜かぬ太刀の方。やるじゃねえの。瓦礫は拾えまえ。大切なお腹もっとよく覚え。それでもお前を倒して俺に氷は。まだはったりはよせ。それはみ、それにだったらこいつを食らう。やれるはずがねえ。よせ。俺の家族、そしてウルの仇。死んで欲しくねえか。あの時止めたのに俺の声は届かなかったのか。ゼレン様、すまねえ。あいつのシェル。氷は
効かねえ。アイスのシェル破れたり、みんな大事なことを忘れそうになっていた。俺は死なない。仲間の涙は見たくねえから。行くぜ、氷魔の激光。アイスメイク、アイスブリンガー。人間は悪魔には勝てない。アイスメイク、アイスブリンガー。行くぜ、氷魔の激光。アイスメイク、アイスブリンガー。アイスメイク、アイスブリンガー。行くぜ、氷魔の激光。氷魔のレイダーと。やるじゃねえの。人間は悪魔には勝てない。アイスメイク、ジャンパード。行くぜ、氷魔の激光。やるじゃねえの。
本物のレイラー、やるじゃねえの、やるじゃねえの、氷馬のレイラー、氷馬のレイラー、やるじゃねえの、人間は悪魔には勝てない。やるじゃねえの。氷馬のレイラー。やるじゃねえの。行くぜ。氷馬の激光。これを使う。氷馬のレイラーと、やるじゃねえの。人間は悪魔には勝てないと、やるじゃねえの。氷馬のレイラーと、やるじゃねえの。Oh my god, don't get me.アイスメイク、アイスブリンガー、行くぜ、氷馬の激光、氷馬のレイラーと、やるじゃねえの。人間は悪魔には勝てない。これを使う。行くぜ。氷馬の激光。と、やるじゃねえの。行くぜ。氷馬の激光。と、やるじゃねえの。行くぜ。氷馬の激光。これを使う。人間は悪魔には勝てない。アイスメイク、アイスブリンガー、氷馬のレイラー、アイスメイクシールド、氷馬のレイラーと、やるじゃねえの。氷馬のレイラーと、これで。人間は悪魔には勝てない。シルバー、アイスメイクバンブレじゃねえの。へっ、楽勝だぜ。気づかねえとでも思ってたのかよ。なんでだよ、くそ。
あんたはデリオラじゃねえ。俺の親父だろ。とどめを刺せ。ふざけんなよ。あんた俺の親父なんだろ。こんなところで何してんだよ。お前に殺されるのを待っていた。そうだ、俺はお前の父だった。だがもう人間じゃねえ。あくまでもね、死人だ。17年前にとっくに死んでいるんだ。ネクロマンサー、死体を操る呪法だ。俺は奴に拾われた実験のための死体だった。実験？死人をどこまで本物の生きた人間に近づかせるかの実験だった。何百もあった死体の一つに過ぎなかったが、俺はここまで生きた。いや、動いたというべきか。全ては俺の家族を奪った悪魔どもに復讐するために。悪魔のギルドにいながらバレねえように各地の悪魔を葬っていった。周りの悪魔の力を俺はタルタロスを壊滅させる計画に移る予定だった。だがそこでお前が生きてることを知った。その時気づいちまったんだ。俺の手は汚れすぎている。お前のために、ミカのために戦ったから死ぬつもりだった。 I know. もう死に、勝手なことを。もう大丈夫だ。全て俺のこと。それでも違う。あんた、もういい。早く楽になりてえの。頼む、迷うな。ああ、たとえ血のつながった父親。それが人間だ。俺は、それでもあんたを殺せねえ。それも人間だ。どの道を俺の体はそう長くは持たない。親父、いい男になったな、グレイ。お前は悪魔だけのギルドに悪魔を倒す魔導士が。ああ。なあ。死に？グレー様のお父様が？そんな話。あなたは一体。聞こえるか、ジョーちゃん。あんたはそのグレーの女か。いえ、そんな。もしかしてお父様。まあいい、目の前のやつはね。それでそんで、なんだよ。お父様、聞こえます？もう声が聞こえない。なんてひどいこと。あなたは、人間は、ジュビアは許さない。できない。たとえ形がき、ウォーターネブラ。
それでいい。ありがとう。お父様。ジョーちゃんのおかげでやっと。ジュビアは。何も言うな。グレイを頼むぞ。はい。決死の攻撃でタルタロスのネクロマンサーキースを撃破する。それに続いてナツとバジルが旧鬼門に挑むんだけど、相変わらずの二人でどっちが先に倒せるか競争して、負けた方は勝った方を称える歌を作るって約束をする。勝ったのはガジル。レビィちゃんと共に相手の得意とする水中戦でトラフザンを破るんだ。でも傷ついたガジルたちの前にテンペスターが迫る。絶体絶命。その危機を救ったのはグレイ。父シルバーから受け継いだデビルスレイヤーの力でテンペスターを一撃で倒しちゃったんだ。デビルスレイヤー。 I want to be a double slayer though。 さっき一旦止まったようだったが、とにかくフェイスの、これほどめちゃくちゃにされて軌道まであと一時。よし。ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、元議長の件、お前ら。セイラ、ギリギリの呪力でよくやってくる。教科様、どうか我らの悲願。ああ、そなた必ずフェイス。ゼレフの歌。なんだこれは。どうしたの、ナツ。この子は。さすがに想定外だ。奴が来るのは強大な魔に釣られてきたのか、それともゼレフを追ってきたのか。スレイヤーがアクノロギアに反応してる。そうか、奴の狙いは END。 END を恐れている。復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。時が来たようだ。イグニール、
お前なら必ず END に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。イグニール、今まですまなかったな、ナツ。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ、ナツ。夢でも見てるの、タージャ。どうなってんだこりゃ。おい、サラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール。バカが、話は後と言ったろうに。今言え、なんで急にいなくなった。しかも俺の体の中にいただと。ガジュリやウェンディのドラゴンはどこだ。777年7月7日に何があったんだ。夏、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりに会ったのに言うセリフか。言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ。ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。 END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを。お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は。何？当たり前だろ、ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこい、ナツ。ああ、絶対約束守るよ。もうどこにも行くなよ。おう、約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、炎竜王イグニール、このマルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様ら、忘れられし種族よ。強化、聞こえているか。マルドギール様。ドラゴンが厄介。はい。アンズルム、制御室。生体。貴様自身がフェイス発動キーとなることで、フェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば、窓、そしてマス。マルドギール様。それがどうした。いいえ。すべては。ゼレフのために。生体リンク完了。何？何のために。あいつ合体したの。フェイスの発動を早めるため。単純な構図になった。フェイスが発動。大した自信だな。いかに吸気です。
enfant. Sonata ni Konata wa Konata no jujutsu wa kyō o chikara wa mashite jikan goto ni mugen ni chikara wa matsu aku. Kurau to iu. Hayaku keri wa tsuke neba yakkai da. Isogu zo, Elza. Wakatteru. Kanto, iku zo. Pentagram sword. セイラの力を食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。カント天輪の鎧アクレスオーダボーネルウィルスリーデルエルカンティアヤグドリゴールリゴールテイクオーバー。こなたは人間の通覚を強化するのだ。テイクオーバー。サタンソウル、セイラ。殴っちゃおった。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。関東天輪の鎧アクレスオーダー。フェイス起動。コナタの我々は全てゼロ。関東行くぞ。ペンタグラムソード。テイクオーバーサタンソウル。通覚をむき出しにした。それは風が吹くだけだ。思い出すよなエルザ、あの地下壕。やめろ。ここまでじきにこの世をさ。まずは死か次は勝負。そなたは毎日羨ます。あ、見え。たとえ何も言えあり、何も言えなくて、仲間と共に。これ好きのこと、究極のバカな。見え、こいつエルズ。まず見てないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。イージーソード。カソ、イージーソード。ただこの剣を振るうのみ。よし。何度でも行くぞ。
こなたは人間の通覚を強化するのだ。ただこの剣を振るうのみ。よし、食らうとよい。はあ、何度でも行くぞ。ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。獣か。妖刀紅桜。バッハ、ゼレフ署の悪魔のれ。ありえん。五感すべこなたのすなぜこなた六感七感としか五感すべてを。もっと簡単に説明できるよ。エルザだから納得。こいつ痛みは感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。うっくそ。時間がとどめを刺さねば。エルザー。笑っている。世界から魔法が消える。何者か。俺はドラゴン。その本はもらっ。ほう。だから I'm not the fight。 あまり調子に乗られるのもマルドギールがじゃ。消えよドラゴン。くそ。スティング、ナッサン、3人ならやつ。それは明暗。何？これはイグニール。ふざけんなよ。じゃあこうしようぜ。何？うん、空にドラゴンが2頭。め、我が城を好き勝手に飛び回りよって。マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな。まだドラゴンが生きていたと。おお、やっと口を開いたか。アクノロギア。貴様を我が敵と認識。熱流する。燃えてきたわ。
まずお前をぶっ倒す。燃えてきたぞ。茨の園、これを使う。茨の園、マルドギーの感情は なんだ君の力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやる。完全茨茨
ホーリーレイ。シャドウレイ。そこだ。これが限界。まだエーテリアス4。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。貴様は破壊される。魔力を消した。おや、あの本か。今はあの END が下船だ。ゼレフ、我々遺伝子でゼレフの元に帰る。ゼレフはゼレフを END 魔力がある。しかし、そしてゼレフを倒す。そんな君たちが目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざ冥府に咲く。氷、これ俺のマフラー。拾ったんだ、大事なもの。グレイ、グレイさん。この魔力、貴様、お前を倒すためにここに来た。デビルスレイヤーだ。デビルスレイヤー。なんだ熱量。悪魔を倒す。これはシルバー。いずれ裏切ることは分かっている。それがこんな形になろうとは。運命とは実に面白い。これを使う。ありがとう。グレイも来たし、イグニカリューのゴーラン。イバラの園。花はいくらでも呼べるのだよ。
冥府に咲く監獄の花。バカな。ノッツさん、グレイさん、ウェンディ、大丈夫？私、ああ、俺たちは止まらねえ。人間が何人集まる？冥府に咲く監獄の花。冥府に咲く監獄の花。
だけ死ね。今日はゼロの破天。カリューの却下。そこだ。ローグ、力を借りるぞ。白英龍の足技術。英龍の音。そこだ。イバラ。冥府に咲く監獄の花。その力、400年ぶりに。我が名はマルドギール・タルタロス。夏。ああ。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ど。これが最後の戦いだ。悪魔に背いたに。出会いユグドラシル。これがタルタロスの向こう側の世界。イバラ。
がタルタロスの向こう側の世界。楽しませてもその昔その歴史の中で恨み妬み憎しみその全ての負の感情が力となる生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。地の煉獄よ、これぞ死の記憶。不死なるゼレフを殺すには生と永遠に。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。悪魔化している。未来を作るために俺にできる。人間ごっけらー削り取ってやろう貴様らの。
ショートライブ。これがタルタロスの向こう側の世界。イバラの園。バカ。冥府に咲く監獄の花。これがタルタロスの向こう側の世界。イバラ。
曲の呪法死の記憶エメントモリ守るぞ。これを使う。守るよ。守る。イバラ。ドラゴンフォース。
これを使うわ。シャドウレイ白龍の方向タルタロスの向こう側の世界。ヘイリューの粘着戦。イバラ。ヘイリューの粘着戦。冥府に咲く監獄の花。ごめんなさい。守るぞ。これを使うわ。助かる。これを使う。頑張ります。オーリーレイ。カリーの結果。これがタルタロスの向こう側の世界。イバラの園。イバラの園。カリーの結果。もう終わりか。暴れたんねえぞ。あれ、こんなかったもんな。ドラゴンフォースイグニール直伝熱流奥義知らぬ方グレンフォーカン。まだだ。貴様の肉体ごと破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイヒューマンゼロの波及。
やったな。いや、まだだ。 END を破壊しなきゃ。俺はそうだった。あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った。そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ。その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。まだ合わなかった。そんな、体力上のフェイズが発動する。この大陸中の魔力が消える。この世界の終わりの時。魔法という抗う術がなくなっている。チクショー。女の子は何もまだな。諦めるな、人間たちよ。グランディーネ。ベタリカーナ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡。すげえ。次に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して、 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたのか。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、悪魔のギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。こいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろ、 END の勝負。グレイ、約束したな。必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が起こるのか、僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。
の野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、夏、今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぐ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。来てはならん、アクノロギア。やはり予想以上の強さ、巻き込まれるぞ。構わねえ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。イグニール、破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ。字書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ、イグニール！グランディーネ！サルルが一緒だったから。好きやドラム。
エグニール。泣くな、ナツ。ほら、悲しい時はどうするんだ。教えただろう。分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。もっと見せてくれ、お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクノロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。はい。まあ。はい。問題はこれだな。グレイ様、ジュビアム、お前つけてきたのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。お父様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が？ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。暖かいです。END を。はい。嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震え、裏切られ。お前なら。大丈夫。俺たちは闇の道、その時は。震えが止まった。
でも。また私の部屋。あれ、手紙？うわ、何この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたらね、寂しいじゃない。バカ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つのフェアリーテイルを解散させる。羽ばたけガキども。みんなごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。My bad, Nacho. You want it louder? Jesus. For real. 僕を超えてみるんだ。Yes, it's finished. Oh my god. I was not able to go in the game. Oh my god.